はい、皆さんこんにちは。本日3月1日の午前9時からスタートした Amazon の新生活セールですけどね。で、こちらはまあポイントアップキャンペーンもエントリーお忘れなく。そしてですね、Apple 製品など出ているかどうかね、まあどの辺が安くなっていてお得なのかチェックしていきたいと思います。はい、ということでね、アップル製品検索かけてみますとね、ありますね、タイムセールの対象のもの。これね、前のモデルから現行モデルまであったりするんで、まずはね、これは激安というものからちょっと見ていきたいと思います。で、まずはね、これ MacBook Pro 16インチ、一つ前のモデルの M2 Pro ですね、512GB の SSD、16GB メモリーのやつ。これがですね、販売当時の Apple Store 価格348,800円だったんですけど、これがですね、タイムセールで 24.9% オフで買えるんですね。こちら、価格 .com の他の店見ても Amazon が底値で、で、整備済み製品 Apple から公式に出ていますが、これがもう295,800円ですからね。まあ、全然今回のセールのがお得で、さらにポイント最大 12,860 ポイントつく方もおられるんで、その場合 28.6% お得になります。で、これ M2 Pro ってね、この GPU が非常に強化されているんで、とってもね、おすすめできる製品なんで、まあ、動画編集も結構ねレンダリングなんか早くて、とてもいい製品だと私は思っています。で、あとはね、細かく検索するとね、この14インチなんかもあるはあるんですよね。なんか在庫がかなり減っているんで、もうこの動画公開した時にはないかもしれないんですけどね、14インチのこれ US キーボードのやつが、こちら同じく M2 Pro のやつですね、これが 20% オフになっていますね。で、この場合もですね、ポイントは最大、まあ、Amazon アプリとか Amazon マスターカードとかもね、込みで言うと 11,930 ポイントつく方もおられるんで、まあ、その場合には 24.1% お得という形になっています。で、14インチはね、今現在、Apple 公式の整備済み製品はないみたいですね。はい、そしてね、一つ前の M1 の iMac についても、こちら 8GB メモリ 256GB の SSD のやつが、これ販売当時が Apple Store で 202,800円で売っていたのが 17.1% オフとなっていますね。で、これもね、価格 .com を調べても Amazon が底値となっていまして、で、ただね、これ整備済み製品が公式で出ていて、同じものが165,000円になってますからね。まあそっちで買った方がいい場合もありますけど、ただですね、ポイントアップキャンペーンやっているんで、まあそれを込みだと実質158,760円になりますから、その場合ですね、今回 Amazon で買った方がお得という形になります。21.7% お得という感じになるでしょうか。はい、そして Apple Watch のシリーズ8の方も、このね、モデルによってはね、かなりお安くて、例えばこれ 45mm のステンレスにスポーツバンドがついたものが、なんと 30% オフなんですよね。で、ポイント込みだと条件次第で 33.8% お得になったりします。Apple 公式の整備済み製品は出ていないようですね。で、シリーズ8は1世代前のモデルですけども、各種ね、18%から30% オフなんかで出ているんで、要チェックだと思いますね。で、現行のシリーズ9との大きな差っていうのは、このチップがね、高速になったということで、このね、アップデートとかね、あるいはね、データ移行なんかすごい速くなっていますよね。で、それ以外にはダブルタップというジェスチャーの操作っていうのがまあ追加されていますけどね。まあ、あとはね、Siri の方がオフラインでもできるようになったりとかっていうまあ進化ポイントあるんですけども、ただまあシリーズ8でね、まあ今から買ってもですね、まあ十分使いこなせると思うんでね、結構おすすめできるセール品ではないでしょうか。はい、そしてね、現行モデルの方も、セール対象になっているのがね、いくつかあったんで紹介したいと思います。で、まずはね、こちら、Beats Studio Pro ですね。こちら、ノイズキャンセリングのオーバーイヤーヘッドホンなんですけど、これ私もね、使っていて非常に気に入っているものが、これが 20.1% オフですね。で、価格 .com 調べましたけども、Amazon が底値となっているんでね、まあ、今回のセールで買うのが一番お得です。で、ポイントは最大で条件揃えば1791つく方がおられるんで、その場合には実質38,000円ぐらいになって 23.7% お得になりますね。はい、そしてね、Beats については他にも値下げ品がありますけども、まあタイムセールは歌ってないものが多いんですよね。
で、ビーツについては多くの販路で値下げをしていることが多いんでね、まあ、買うんだったら価格 .com と比較をしてからのがいいんじゃないかと思います。ちなみにビーツソル3というオンイヤーのヘッドホンについては後継機種が噂が出ているんでね、まあ、このソル3っていうのは充電がマイクロ USB とちょっとね前時代のスペックだったりもするんでね、まあ、新機種がいい方はちょっと待ってからのがいいかもわかんないですね。はい、そして現行品というと昨年の秋に出たばかりの Apple Pencil USB-C という製品ですね。これがですね、Apple Store で 12,880 円のところ今回 11,700 円、ポイントが最大つく方の場合には実質 11,056 円ぐらいになりますから、ポイントつかなくても 9.1% オフ、そして、つく場合には 14.2% お得になりますかね。で、価格 .com 調べますと、クレジットカード条件の場合には今回の Amazon が底値となっています。現金で買う方はですね、他のね、お店で安くも売っているようですよね。で、これはね、iPad 第10世代以外にもですね、まあ他に iPad Pro でも iPad Air でも iPad Mini でも使えますんでね、まあこの有線の USB-C で接続してペアリングさせて使うものということで、メリットとしてはですね、このね、有線で充電しながら使えたりすることがありますからね。ただし、筆圧検知はついていないので、傾きをつけて太さを変えるという構造になっています。はい、そしてね、現行モデル Apple Watch はシリーズ9が出ていますね。こちらね、例えば GPS モデルの、アルミのスポーツバンドについては 45mm が 59,800 円、7.7% オフになっていますね。価格 .com を見ても Amazon が底値ということなんでね。で、これポイントが最大つく方はですね、3289とかつきますから実質 56,511 円、 12.8% お得になっています。で、まあこれ現行品まだ整備済み製品は出ていないようなので、まあこのセールで買うのがまあ一番お得な買い方になるんじゃないかと思います。で、シリーズ9は各種 7-8% オフぐらいで出ているようなんでね、まあ、この、まあ、いろんな組み合わせを見てみると、自分好みのものがですね、まあ、少しお安く買えるという感じですよね。そして地味にね、値下げされているのが Apple 純正の Touch ID 搭載のマジックキーボードですね。こちらが、Apple Store だと 19,800 円のところ 17,704 円ってことで、見ますとね、JIS の配列、US 配列両方ね、同じ値段になっていましたね。で、これの場合ですね、10.6% オフということで、Amazon が価格 .com の他の店と比べても、お安くなっていますよね。ポイントつくと最大 15.5% お得という計算になりますけども、Apple の公式整備済み製品は出ていないようです。ただこれに関してはですね、ライトニングポートでの充電とかね、ペアリングになりますんで、まあこの USB-C になったものが、まあ希望的観測としてはそろそろ出るんじゃないかなっていう、まあね、まあ話もちらほら出たりはしていますけどね。まあただめったに充電するもんでもないんでね、まあライトニングでいいという考え方もあると思います。はい、そして、Mac mini の方ですね。これも M2 チップのもの、現行モデルが、まあ、セールにかかっていますけど、まあ、これはまあちょっと小幅の値下げってことでですね、Apple Store では 112,800 円で売っているものが、9.1% オフの 102,545 円になっていますね。ポイント最大つく場合には 14.1% お得という計算になります。ただ残念ながらね、価格 .com の他店の方がそこでもね、つけてたりするので、まあそのあたりはちゃんと比較してから購入した方がいいと思います。で、その他 Apple で検索をかけてね、いろいろ見ていましたけども、まあ大体主なものはね、紹介しているんですけど、例えばね、この、マジックトラックパッドなんていうのは、このマジックキーボードとともにですね、まあなかなか安くはならないんでいいかもしれませんが、マジックキーボード同様にですね、このライトニングポートっていうところは一つね、チェックした方がいいですね。まああとはね、iPhone の 13 Pro Max なんかが 1TB のシエラブルーとか出てますけど、まあそんなに値下げにもなってないんでね、まあ、これはあんまりお得感ないですよね。まああとはね、こちらの、まあ、Apple 純正マグセーフバッテリーパック、これ密かに廃盤になってたものですけどね、これもまあライトニングポートのやつがお安くはなっていますけど、
まあ、USB-C のものが希望的観測で噂には出ていますかね。そしてね、純正のシリコンケース、iPhone15 シリーズ用、これがですね、まあ地味に値下げをしているんで、私もね、前のセールで買いましたけどね、やっぱり買うとね、なかなか満足感高いですね。まあその他ね、このファインウーブン系のケースとかね、ウォレットについては、まあ正直セールでもあまりお勧めしない製品ではありますんでね。まあ、よっぽど好きって方以外にはお勧めしません。で、それがですね、例えば、まあ、これネタとしてですけどね、この iPhone 12 mini 用のレザースリーブというね、まあ、このね、まあ、黒歴史があるわけですけど、まあ、これがね、今回もまたね、なんか激安にしてるんだけど、激安にしても5980円。まあ、ちょっとね、ネタとして買う人以外にはお勧めできない製品ではありますかね。まあ、そしてね、Mac についてはね、Apple 公式の学生教職員ストアで新学期を始めようキャンペーンっていうのをやってまして、まあ、ギフトカードによる還元セールっていうのをやってるんですけど、まあ、こちらね、現行品主体なんでね、今回はまあ、あまり被らないのかなというところ。例えばね、現行だと、まあ、M3 系に MacBook Pro っていうのはもうね、新機種になっていますけどね、まあ、これが2万4000円のギフトカードでの還元というね、キャンペーンなんで、なんでね、まあ、これらの機種から2万4000を引いたとしてもですね、今回 Amazon のセールの M2 Pro とか M1 のやつと比べてもですね、まあ、下回ってくることはないので、まあ、なんでね、MacBook Pro の方は M2 でできること多いですからね、今回の Amazon のセール買った方がいいかもわかんないですよね。まあ、iMac については、まあ、M1 と M3 の差っていうのは、まあ、結構あるはありますけども、まあ、ただ日常用途で大きな差が出るかというと、まあ、そうでもなかったりはします。まあ、てなわけでね、今日はね、新生活セール、Amazon、Apple 製品だけをね、取り上げて紹介しましたけどね、結構 Mac を中心になんかね、前のモデルなんかかなりお得感があるのかなと思います。で、周辺機器については、昨日ね、特集を上げているね、事前セールっていうのがあるんで、まあ、それを含めて、ご覧くださいませ。で、またね、明日、別の周辺機器については特集していこうと思っています。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。